ぱり熱海ベイリゾートなので少しこう何ですかね、爽やかに、はい、明るい、はい、感じでイメージさせていただきました。ではアンバサダー就任以前に熱海に行かれたことはあるんでしょうか。はい、昨年ドラマ あのラブリアンというドラマをやらせていただいたんですが、その時に紀雲閣に行ったことがありまして、今回も小さなウェブムービーの方で心の様子を撮らせていただいたり、意外とその撮影で行くことも多かったですし、プライベートでは2回ぐらい、はい、ありますね。私もすごくびっくりして、あとここからこう入るとですね、こう熱海の景色がこうバーッと見えますし、右側にあるこの小さな島も見えますし、とにかく確かにお子さんが入れないっていうのはむしろプラスで、どのこと言ってたのかですけど、なんかその大人だけが少し贅沢な空間を味わうっていうところで、すごく静かにぴったりです本当に、はい、実はこの太刀湯全長が25メートルあるということで、そこからは壮観ですよね。海となんか一体となれるというか、そう本当に一体なので、なんだろ こう落ちちゃうんじゃないかと思ったらちゃんと落ちないようにもなっていますし、でもすごくこう景色が本当に何ですかね、もう本当に癒されますね。帰りでも行けます。もちろん宿泊もできるので、今日ご紹介したいろいろなスポットにぜひこう騙されたと思って皆さん行ってみてください。本当にすごく素敵ですし、とにかくその立ち湯は本当に写真もまあ素敵なんですけど、それ以上のこう景色が本当に目の前に広がっているので、絶対後悔させない素晴らしい施設ですので、ぜひリラックス癒されに行ってください。